皆さんこんにちは、みのチャンネルです。また、ベントレーで走っております。今走ってる場所はですね、軽井沢。今日のお宿は平松、正確に言って平松軽井沢っていうのかな、平松という、今まで何回かご紹介したと思うんですが、新しく平松が軽井沢に作ったということで、今そちらの方に向かっています。浅間山のふもとなんですけど、結構軽井沢というには遠い、山の中の方に入って今来ました。看板出てきたよ。出てきたのよ。そうなのよ。でもどっから、あ、ここだ、看板がありましたよ。ありましたね。いつものデザインだね、この看板は。いつもの平松、いつもの平松の看板ですね。はい。でもこの辺のやっぱり入り口の雰囲気は平松のね、そうね、あの感じすごいする、見えてきました。できた。見えてきましたね。エントランスはこうです。なんか左側すごいね。なんかなんだろうねこれ、あ、すごい、ね、グランピング、グランピングっていうかキャンプが、見えるかな、キャンプができる感じ。あそこは野菜じゃない、温室。あ、そうね、野菜をなんか自家製で作ってる感じ。あ、いいね。あ、見て見て、手振ってるよ。あ、もう本当だ、なんか入ってきたのバレちゃった感じ。なんか落ち着いた感じでいいね。なんかあの外席がすごく広がって、ほんと素敵、すごい景色、いいね、いいね。なるほど。あ、一つ一つのなんかビラだね、これね。一個ずつこういう風にビラになってるんだね。で、ビラと、もしかしたらここ本館、そうだね、こっち側に本館があるんじゃないのかな。こういう形もあるの、あのスタンド、沖縄の照明と同じデザインということですね。いい家具、センスありますね。いい家具揃ってますね。はい、ハーブティーをいただきましょう。お部屋の鍵なんですけど、はい、入っております。どうぞ。ついてていいね。ありがとうございます。広いよ。あー、広い、広い、すげー、綺麗だね。面白いし、あそこのテラスが広いけど、風も当たって気持ちいいかと思います。今あの見てた景色と一緒だね。そうね。ああ、そうなんだね。ちょっと上だからね。はい。うん、手前の方まで見えるようになってます。平松デザインの。あ、そうですね。柱が。そうですね。こちらもこの中に入ってる柱なので、はい、うん。これだから角だから開けると半露天みたいになるね。あ、そうなんですよ。そうです、そうです。もう開けていただきます。半露天風呂としてお楽しみいただけます。向こうも窓があるんだ、珍しい。平松のみがですね、唯一こちらの部屋がございまして、両方とも窓がございます。かわいい。あ、なるほど、こちらは駐車場だ。そうなんですよ、はい。周りの風景とまた変わって、あれ野菜作ってんですか。そうでございます。あっち、すごいすごい、はい、いいね。お野菜を中心に作っておりまして、できたものを本日の夕食でしたりですね、出しております。一緒に朝食の時に出しております。先ほども見ていただきました温泉のところですね。ここでございます。はい、はい、その2箇所あるような感じですね。ここは広い、とても広いですね。このセットもなかなかおしゃれですね。全部ロゴも平松入ってますけど、ありがとうございます。これクローゼットの引き出しにあのセーフティーボックスでしたり、あのパジャマやお部屋にございます。あ、こちらですよ。これこれこれ、ごめんなさい、はい、ちょっとゴルフしたばっかりでちょっと汗ばんでますし。あー、なるほどね。このところいいですね。景色を見ながら半露天風呂にこちらが
まあなんかエクシブの箱根ぐらいの広さかなって感じですね。こちら側の、うん、2つ、2個目のトイレがありました。落ち着いてるなぁ。じゃあアルコール類のみが有料となっております、はい、それ以外の外ドリンクはお部屋代に含まれております。あ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、ここまで6メーターの質問と大丈夫そうですか？確かにありました。ではごゆっくりお過ごしくださいませ。はい、ありがとうございます。さあ改めて今外に出てきました。なんとですね、いろいろあの施設があるということで、ちょっと外行ってみてくださいみたいなこと、ライブラリーとかが別棟になってると、先ほど車で来るときにですね、ちょっと話をしましたけど、やっぱりここはあの野菜だとかハーブだとか、そういうものを栽培しているというふうに話をしていました。この建物がライブラリー、そしてライブラリーの向こうを見えますね、ちょっと焚き火になってるのかな、キャンプファイヤー的になってるのが、あれが何時から5時5時から7時まで、夕食の前までね、はなんかあそこで軽いドリンクも、サービスをしてくれるということで、今ちょっと散歩して見に来ました。さあここはこれがライブラリー、おお、素敵、おしゃれ、うん、これだ、これね、うちの沖縄で買おうかどうか悩んだやつなんだけど、こんな感じでライブラリー、なんか美術館のような、あ、そうね、うん、本少ないね、ライブラリーにしてはちょっと少ないかな。こちらがですね、カフェエリアとなっています。旅館ね、あ、すごいね、旅館、ここに自分で入れてこうコーヒーを飲める、デロンギが置いてあります。逆の方向に来ると音楽が聴ける、レコード、あ、レコードが聴けるね、うん、うわー、アス・イン・ザ・アンファイヤーじゃないや、なんだっけ、俺持ってたよこれ、スティービー・ワンダー、スティービー・ワンダーだ、あ、これ2枚組でしょ、2枚、ほら2枚組、こんなスピーカー、すごいね、ちゃんとさあ、こんばんは、焚き火ラウンジ、まあ、はい、焚き火ラウンジ、ちょっとあのキャンプ気分で火でも囲みながらお飲み物でもいかがでしょうか、うん、マシュマロ、なんと最近のは便利で、こんすごいね、これってさ、温めると溶けちゃわないの？いや、溶ける溶ける、あ、燃えてる燃えてる焼きすぎ？焼きすぎ、あ、どう？ふわふわになるの、こういう感じだったっけ、ふわふわ、へー、美味しい？アンド、うん、おこげちょっと燃えちゃったね、焦がさない方がいいかも、うん、一応ロビー階よりも下の階が1階レストランになっております。また何かございました、メニューのね、お食事前のおつまみ、ここまでおシュークリームみたいなものなんかね、フランスブルゴーションのおつまみで、グルジェールと申します。すごい、今月に入ってやはり芋の時間をだいぶ集まって、昨日で取りましたあの三つ鍋の、そういうこと、はい、豆にて蓋になってるので、はい、あ、なん、口に入れてる、なるほど、はい、こんなに丸々蓋になる、そういうこと、セアユはあの唐揚げのようにこう香ばしく揚げまして、その後にですね、あの日本で南蛮のようなあのエスカベッシュという調理法でスープを作ります。パクチー風、スープをかけるとまたの香りが広がります、すごい爽やかな感じです、余韻の長いコンソメスープですね、牛ホホンスですね、
柔らかくてございますので、うん、すごくお召し上がりください。ソースはですね、ナッツのような香ばしい香りのバンジオールのちょっと黄色っぽい色をした、ね、酸化熟成されたフランスとスイスの国境のジュラという地域だけで作られているものになります。子牛の子だしと香り豊かなババに使いましたソースです。随分肉が白っぽく見えるんですね。はい、さあ、子牛だそうですね。随分なんか低温調理で絞るんですね。うわ、柔らかすぎる。めっちゃ柔らかい。これは、どうしよう。これトウモロコシの焼酎？これでどうなるの？いや、うまそう食べてる。柔らかすぎちゃって野菜の食感って感じもするし、やっぱり炭火でパッと焼くのかもしれない。でもまずくない、美味しいんだよ。口直し、プラムレモングラス、下にはシードル、美味しくあります。白ワインを使いました。ゼリーのようなものですが、すごく華やかな香りがします。中に信州産のシャインマスカット、白ぶどうですね。黒ぶどうは長野パープル、濃厚な2種類のぶどうでございます。平松の、夕食フレンチ終わりましたけども、一番印象に残った料理は何でしょう。フォアグラがちょっと意外でした。あ、そうね。美味しかった。あれ焼いてもいないし、うん、なんだろう、生っぽいんだけど、うん、でも臭くもないし。うん、もう本当に生レバーみたいな、そうだね、でもフォアグラの香りがして、最後にあの甘いっていう、はい、だいたいね、ソテーしちゃったらソースの甘さとかはわかるけど、フォアグラそのものの甘さって初めて、うん、そうだね、あの食べ方ちょっと初めてだったね。美味しかったね。珍しいよね、フレンチでのどぐろも出たし、うん、あと子牛のあの低温調理の仕方もちょっと珍しい、うん、しいね、びっくりしたよね。あとパンのバターが美味しかった。あ、そうか。それは、どこのバターでしたっけ。群馬県の神津牧場。神津牧場のバター、ジャージー牛乳で作った発酵バター。もしかすると今まで食べたバターの中で一番美味しかったかもしれない。私の中では一番ナンバーワン出ました。美味しかったね。ということで、ここからその神津牧場までは車で45分ぐらいだそうなので、お土産でも買って帰ろうかという感じですかね。はい、お疲れ様でした。気持ちいいね。すごい、はい、はじめに約15種類ほどのお野菜をたっぷり使用したお野菜の温かいスープです。パンの盛りだくさんで、自家製の食パン、クロワッサン、チョコレートデニッシュ、天然酵母の大麦のパンです。なんかいいね、そこの景色とは合うな。これでまた盛りだくさん。もうやっぱり軽井沢は野菜だね。この大きい豆、これがメインのディッシュ。朝ごはんでちょうどいいよね、このぐらいが。すごいね。すごいね。もう座ってまだ10分15分なんだけど、こんなに山の天気は変わりやすいということで、実は言うともうほとんど青空。さっき来た時は雲多かったんだけど、もうこんなに青が広がって。すごく可愛いね。うん。お好みでヨーグルトはこのシリアルや蜂蜜入れてみても美味しいですからね。食べれる分だけあのお取りしますので、お好きな数おっしゃってください。また途中でもし食べたいようでしたらおかわりお持ちしますからおっしゃってください。ということで、平松、新しくできた軽井沢でできた平松なんですけど、評価しようかと思いますが、覚えてる？環境立地は。お、すげえ覚えてる。いや、それぐらいもう覚えますよ。いい加減。ここはですね、実は
軽井沢って言っていいのかどうかっていう雰囲気のところでして、環境はとてもいいんですが、立地はですね、周りには何もないっていう田舎の山、浅間山に乗って登るところですよね。ですからどうだろう、よ普通かな、4かな。建物施設、はい、建物施設はですね、今までの平松よりも充実しているというふうに思います。本当にグランピングできるようなね、あの焚き火の場所があったりだとか、うん、ライブラリーが別棟にあったり、スパでしたんだけど、まあそういうことを踏まえて考えても、4.5 はちょっと厳しいけど、まあそれに近い数字、そうね、ね、っていうのはあったかなというふうに思います。お風呂は、お風呂今見えてるんですね、はい、これは平松のオリジナルの、いつもこういう感じのお風呂、これが箱ビールなんですね。温泉じゃなくて、温泉を運んでくるという感じなんだけど、大浴場がない割には、よかったよね。うん。もう大浴場がない割には、このお風呂ずっと入れるお風呂なので、これも 4.5 は大浴場がないから行けないけど、4以上はあるという。そうだね。はい、お料理は？お料理、これ最高。これ夕飯も美味しいし、ちょっと今朝食食べたんだけど、朝食なんかは今まで歴代ベスト3にあるんではないかなという、素晴らしかったね、素晴らしい朝食だったね、夕飯も本当にフレンチ美味しかったし、これ 4.5 私5以上つけたいんですけど、いいと思います、ね、4.5 以上って感じでしたね、うん、はい、サービスは、サービスこれもめちゃくちゃいいよね。もうさすがに、ね、文句なしです、平松。文句なしだよね、はい、これも 4.5 以上、はい、ということで、総合評価ちょっと良かったなと思ったので 4.4。 おお、高得点出ました。高得点出ました。ということで、ここはあの皆さんにお勧めしたいと思いますので、ぜひ来てみてください。ありがとうございます。